こんにちは、カナダ在住の山達です。対トランプ側近スパイ発覚ということで話をしていきたいと思います。はい、頑張って書いた初めての本がもうすでに発売されております。年末年始のお供に皆様いかがでしょうかということで、気になる方、概要欄にいろいろ貼り付けてあります。そちらの方ぜひご覧ください。はい、で今日なんですが、トランプ大統領といえば選挙前からスパイ行為食らってたっていうのは有名な話なんですよね。で今回また別のものが見つかったっていうことで、今回本人に対してのものじゃなくて側近の人に対するものっていうことなんですけれども、よくハラノタイムズさんがね、今まで2回か3回ぐらいトランプ大統領この4年間こんな状況でよう戦ってたわっていう風に言ってたんですが、もうまさにその通りで、もう誰が敵かわからんみたいな状況で4年間ねいろいろ戦ってたんだなっていうところがよくわかるような話かなというふうに思います。はい、まず2016年大統領選挙から2017年にかけてロシア疑惑っていうものを理由にして FBI はトランプ陣営に対するスパイ行為をしていました。で、このロシア疑惑っていうのはトランプ陣営とロシアが2016年大統領選挙で結託していたっていうふうにする大嘘なんですよね。これ元をたどってみると民主党資金ででっち上げられたものだったってことがもうすでに分かっているわけなんですが、ここ最近あった裁判でそれだけではなく民主党と FBI が結託していたんじゃないかっていう状況証拠も揃ってきているわけなんですよね。で、これに関して、例えば2017年5月からロバート・ムラー特別検察官による捜査が行われたりとか、あとはその年の8月には下院諜報委員会による議会権限使った捜査っていうのも本格的に始まっていました。で、この時まだ共和党が下院過半数を抑えていまして、この当時の諜報委員会の委員長を務めていたのはデビン・ニューネスさんだったんですね。はい。で、彼今現在どうしてるかって言ったら、トゥルースソーシャルっていうトランプ大統領の SNS 企業ですね。あそこの CEO を任せられているっていう、そういうトランプ大統領の側近の一人って言われている人物なんですね。で、今回そのスパイを食らってたのは、もうニューネスさんというよりも、その部下にいた、もう一人の重要人物とさらにもう一人だったわけなんですけれども、とりあえずですね、今回発覚したスパイ行為、何が問題かって、一番の大問題が、トランプ政権下の司法省が、このロシア疑惑捜査に対する捜査をし始めたことに対する、妨害を画策していたっていうことになるわけなんですね。もうまさに敵が味方の中にいるみたいな感じで、もう大変だみたいな話なんですけれども、今回なんでこれ表に出てきたかって言ったら、その当時そのニューネスさんの部下として捜査を担当していたのが、その下院司法委員会の高官を務めていたカッシュパテルっていう人物なんですね。で、もう一人もいるらしいんですが、その人の名前はまだ出てきてませんのでよくわかりません。ひとまずカッシュパテルさん、この人もですね、トゥルースソーシャルの今取締役を務めているトランプ大統領の側近のうちの一人なんですね。かつてホワイトハウスのスタッフも務めたことがあります。はい。で、この人のもとに2022年、なんで今年の12月12日に Google 社からこのメールが届いたんです。で、これ何かって言ったら、司法省が法的手続きを経て情報開示を求めてきたので我々の持つあなたの情報を洗いざらい実は司法省に渡していましたっていう事後報告メールなんですね。で、なんでこのタイミングで来たかって言ったら、2017年にこの手続きがあったっていう話で、裁判所の命令、だと Google 社の規約によって5年間はこういうものに関しては秘匿義務があるらしいんですね。で、今回5年経過したので、あなたにお伝えしますと。で、あなたに対して出された召喚状の番号、これなので気になるんだったらこれを見てくださいね、みたいな、そんな感じのものになってるんですけれども、ひとまず5年の時を経て、隠されていた司法省による、その捜査介入みたいなものが出てきたわけなんですね。はい。じゃあその召喚状が今回出てきたわけなんですが、どういう内容かっていうふうに言うと、まず出されていたのが2017年の11月20日なんですね。で、司法省っていろんな部署があるんですけれども、その市民権部門だとか、対テロ部門だとかいろいろあるんですが、どの部署がこれを担当してたのかわからないということなんですね。まあ、ここに黒塗りされてますからね。ただ、この投資番号ですね、USAO っていうのが連邦検察オフィスっていう意味の略称なんですけれども、その後ろの番号から、この申し立てをやったのが DC 地区の連邦検察オフィスだと。っていうことで、その首都の場所ですから、まあ、要は司法省本部が携わっている、まあ、でかい話だっていうことなんで、まあ、やっぱり闇の深い話だよねってことになってくるわけなんですね。じゃあ具体的にどんな情報を Google 社に渡せって言ったかって言ったら、まあ、簡単に言うと全部出せっていう話ですね。2016年4月以降のデータで、もう持ってるもの全部出せと。その Google のアカウントに紐づいている名前、住所、通話記録であるとか、あとその他のサービスとかも、その Google アカウント使ってログインするとかあるじゃないですか。ああいうので紐付けられたものとかも全部出せ。で、さらにこう初めて知ったんですが、SIM 番号、携帯にね、入れるちっちゃいカードあるじゃないですか。電話番号の代わりになるようなやつ。あれも含めて出せと。
そんなん集めてんだと思ったんですか。あとなんか IP アドレスの情報とかその辺も全部出せ。であとは、支払い情報ですね。そのカッシュパテルさんが使った、サービス。で、もしかしたら第三者が肩代わりして、なんか支払ってるかもしれないからっていうことだと思うんですが、その辺も含めて出せというようなことでも、洗いざらい全部出せっていうようなことになってたっていうことなんですね。で、これ何が問題かって言ったら、まずさっき言いましたが、トランプ政権下の司法省がやってたっていう時点でも闇が深すぎる話なんですけれども、そもそも、この連邦議会議員であるとか、あとカッシュパテルさんはユナ・ニューネスさんの、まあ、部下にあたる議員スタッフなんですけれども、そういう人たちに対する召喚状を使う場合は、司法長官なり副司法長官、で、あとは議会幹部による承認が必要なわけなんですね。で、今回、これ、じゃあ誰の承認が必要かって、ちょっと司法長官側の話はよくわかんないんですが、議会幹部っていう話をすると、今回これ、その、諜報委員会のスタッフに対するものなんですね。ってなると、諜報委員会の、幹部、要は、委員長に対してこれ聞かれるんじゃないかっていう話なんですが、いや、ニューネスさん自身が委員長だと。っていうことは、この人に聞くわけがないから、それよりも上なんじゃないかってなってくると出てくるのが、ポール・ライアン、当時下院議長なわけなんですね。ポール・ライアンといえば、もういわゆるライノの一人で、もうトランプ大統領のことを大嫌いなうちの一人なんですよね。はい。で、こうやつなら、許可出しかねないよねっていうような話なんですが、はい。まあ、そもそもね、今回これ司法省がただ単に暴走してて、すいません、タヌキ君も暴走し始めて今、ニャンニャン言い始めたんですが、気にしないでください。はい。これもしかしたらその司法省が暴走していただけで、議会幹部に全く何にも聞いてない可能性もあるわけなんですね。なのでちょっとその辺がよくわからないんですが、まあ、ひとまずもし仮に議会幹部に承認求めていたなら、まあ、ポール・ライアン関わってたんじゃないのっていう話になってくるわけなんですね。はい、まあ、ちょっとこれは真相闇の中にちょっと横に置いておきたいと思いますけれども、他にもこの対象になっていたのがそのパテルさんともう一人だったわけなんですけれども、この二人っていうのはそのトランプ陣営に対して使われていた、もうすでに公開されてるんですが、フィサ令状ってやつですね。その監視をするために、裁判所にあと令状をね申請するわけなんですけれども、その申請書に、アクセスすることができた唯一の人物なわけなんですね。つまり、このフィサ令状こそが、その司法省なり、FBI の暴走を暴くために一番重要なものなんですけれども、この二人こそが、それを暴く可能性のある、超危険人物だったわけなんですね。っていうことで、その人物を狙ったってことは、やっぱトランプ政権下のであったとしても、司法省の中には、その、やっぱ知られたくない闇みたいなものを抱えている、いわゆる敵がいたっていうのはわかるんですよね。で、しかもこういうことできるってことは結構上の位にいるっていうこともわかるわけなので、まあ、本当に、闇ですよね。はい。で、あとはですね、その FBI に対する捜査の報告書の作成とかもこの二人は任せられていたりとか、あとはもうさっき言いましたこのフィサ令状も含めてその機密情報にアクセスすることができる超重要人物だったわけなんですね。まあなんでそういう人たちに対するこういうことをやるっていうことは、まあ何をこいつらは知ってるのか、そしていつそれを知ったのか、そして彼らに弱みはないのか、このあたりを探していた可能性があると。つまり司法省による議会捜査の妨害目的のための、こういうスパイ行為だったんじゃないかっていうことになってるわけなんですね。っていう、まあ本当になんかもうね、映画の世界に迷い込んだんじゃないかみたいな話なんですけれども、こういうすごい壮大な話に実はなっていたということなんですね。はい。ちょっと今までの話をちょっとタイムラインを整理しつつ説明していきたいと思うんですけれども、まずそもそもトランプ陣営に対する本格的な捜査が始まったのは2016年7月31日でした。クロスファイヤーハリケーン捜査っていうダサい名前の捜査が始まったんですけれども、10月21日に、そのスティール文書っていうものを元にして、フィサ権限っていうのを使ったトランプ陣営に対するスパイ申請っていうのを FBI はそのフィサ裁判所にしているわけなんですね。このフィサっていうのは外国諜報監視法みたいなね、そんな感じの法律なんですけれども、アメリカ人に対してこういう監視活動をする場合は90日ごとに更新が必要なものになるんですね。で、ちなみにこの申請したのは21日なんですが、いつ裁判所が OK 出したのはよくわかってません。なんか日付がわざわざ黒塗りされてたので、多分見られたくないんでしょうね。このフィサっていうのは、基本的にその FBI が申請すればほぼ 100% 通ってるものなんですよ。っていうぐらい、なんかガバガバって言われてるんですね。なので多分ですけれども、わざわざ日付隠すってことはもう申請したその日に OK 出したりとかしてたんじゃないかっていうようなところで、はい。まあ多分その辺のずさんなところがバレたくなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあちょっとその話は横に置いといて、10月から、トランプ陣営に対する、盗聴が始まりましたと。
で、2017年1月、トランプ政権発足前に、90日経ったっていうことで、フィサの更新1回目を迎えます。で、1月20日、トランプ政権発足します。で、2月のどこかのタイミングで、ジェフ・セッションズさんが、司法長官に就任しました。トランプ政権下の1代目の司法長官ですね。はい。で、この人が、ロシア疑惑に対する捜査を、俺が引っ張ってやるぜっていうふうに言ってて、だからこそトランプ大統領、このセッションズさんを指名したんですけれども、実際ですね、その後3月2日に、実はこのセッションズがロシアの大使と、複数回にわたって、接触してたっていう報道が出てきたんですね。で、それを受けて、すいません、本当なので、ちょっと一応利益相反関係どうのこうのって言われるのを防ぐために、ロシア捜査から身を引きますっていうふうに言ったもんだから、トランプ大統領からしたらふざけんなと、何のためにお前を指名したと思ってんだみたいな感じになって、ここからかなり関係は悪くなったっていうふうに言われています。はい。で、その後4月にはフィサの更新2回目を迎えています。で、4月の27日ぐらいかな、最後の最後のところで、ロッド・ローゼンステインさんっていう人が、副司法長官に就任しました。で、この人が、ロシア疑惑捜査を引っ張っていくっていうことになったわけなんですけれども、その上で、モラー特別検察官を指名したのも、このローゼンステインだったんですね。はい。っていうことで、そのロシア疑惑関連をトランプ政権から引っ張ってたのは、この副司法長官だったっていうところ、これ重要なので覚えておいてください。はい。で、その後5月の、どっかのタイミングで、ジェームズ・コーミー FBI 長官が、トランプ大統領によって解任されております。で、6月に、フィサ更新3回目。これが最後の更新ですね。はい。まあ言い換えると2017年6月にやったので9月ぐらいまではトランプ陣営に対するスパイっていうのはずっと続いていたと。で、なんかホワイトハウスの中大統領執務室の中やるかどうかみたいな感じでもなんか大揉めになってたらしいですね。本当めちゃくちゃな話だったんですが、はい、ちょっと話を続けまして、で、2017年8月に下院諜報委員会が、召喚状を使って本格的な捜査を始めましたと。で、その時の対象っていうのが司法省とか FBI だったわけなんですけれども、ロシア疑惑捜査の資料を全部出せっていうふうに要求したわけなんですね。ところが、これを、もう完全に無視されたもんですから、ニューネスさんがブチ切れた怒りのレターを出しました。で、その後、11月に司法省がこのニューネススタッフに対してのスパイのための召喚状を出したっていう感じになっているわけなんですね。まあ、なんでニューネスさんが先に喧嘩打って向こうがなんか反撃してきたみたいな感じなわけなんですけれども、はい。で、その後1月には、このローゼンステインが、その諜報委員会に対する捜査をやるぞっていうふうになんか怒ってたんですね。なんか、その、やたら、その、諜報委員会から情報が漏れるということで、お前らいい加減にしろみたいな感じになってたんですが、多分これ、ニューネスさんとかに対して怒ってたっていうのもあるかもしれませんが、アダム・シフっていうね、民主党の証拠捏造の巨匠がいるんですけれども、あいつがめっちゃ情報を漏らすんですよね。なので、多分あいつに対して怒ってたっていうところもあると思うんですが、まあ、ひとまずここでね、その、諜報委員会とローゼンステイン副司法長官って、めっちゃ仲悪かったんですね。っていうのもあって、なんかこの辺のそのね、スパイ行為っていうのもなんか気になるなっていうふうに思うんですが、で、一応2018年2月に特に何もなくニューネスメモっていうことで、FBI が大暴走してたっていうことが、まあわかるメモが、公開された。で、ここから FBI に対する疑念っていうのが高まってきたんですけれども、まあタイムライン整理するとこんな感じなんですね。で、この中で重要なところちょっとピックアップしていくと、このやっぱりこの副司法長官超怪しいぞっていう話が結論なんですね。どういうことかって言ったら、トランプ陣営に対してフィサ権限使用されて、その盗聴とかがされていたわけなんですね。で、これを使い始めたのはオバマ政権なわけなんですよ。で、これを使うためには司法省であるとか FBI 高官の承認が必要だったんですね。で、じゃあそれぞれこれ要は1回申請して、であと3回その更新されているわけなんですよね。それぞれ誰が承認出したのかっていうところが重要でして、まとめるとこんな感じ。 FBI はまあ、ジェームズ・コーミーが1回目から3回目まで担当していて、でその後最後の更新のところアンドリュー・マッケイブが長官代行を務めていたのでやったっていうことなんですが、司法省側は最初の2回はオバマ政権下なんですね。で、3回目というか、まあ、この更新の2回目のところは、これでね、ベンテイっていうふうに読むんですけれども、どうやって発音するんだって思ったんですが、ベンテイ副司法長官代行が、サインをしていると。で、最後の4回目のところでサインしたのが、ロッド・ローゼンステインなわけなんですね。トランプ大統領の下で選ばれている人物が、ゴーサイン出しているわけなんですよ。で、もうこの時って、あ、そう、ちなみに、この、ベンテイっていう副司法長官代行なんですけれども、副司法長官代行を辞めた後はですね、2018年から2020年まで、FBI の首席顧問弁護士、ジェームズ・ベイカーの後任務めたの実はこいつなんですよ。
で、レイが、クリストファー・レイ長官が指名したっていうことなんですけれども、なんでこういうね、なんでしょう、怪しい人たちってそういうところにたまるんでしょうねっていうふうに思うんですが、はい、まあ、ちょっとその話は横に置いといて、で、ちょっと、このローゼンステインっていう人物の話なんですけれども、ローゼンステインがその結局、すでに捨ている文書がゴミクズであることを知った上で、フィサ更新承認してるわけなんですよね。もうその時点でおかしな話じゃないですか。で、さらに、モラーを特別検察官に選んだのこいつですし、で、共和党による議会権限捜査にスパイをしたのも、こいつの管理のもとだったっていうことなんですよね。ってことを考えると、ね、その、冒頭のところでも言いましたけれども、人間不信になるレベルのカオスな状況を4年間ね、トランプ政権で戦ってたんだなっていうふうに思うんですけれども、まあ、とりあえず今回新たに分かったところから、もともとね、この副司法長官大丈夫なのあいつって話だったんですけれども、またさらに疑惑を深めるような話になってきたわけなんですね。はい。っていう、またなんか別角度のロシア疑惑の話が出てきたわけなんですけれども、この話また多分続報出てくると思いますから、その辺出てきたらまた皆さんに紹介していきたいと思います。はい。ということで、トランプ政権発足後もかなりカオスな状況だったっていう話で終わりたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。最後は、多分今までのタヌキ市場で一番伸びてたタヌキくんでお別れをしたいと思います。綺麗にシャキーンってなってますよねっていうことで。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。